ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのロイヤルシャルム松岡さん 3DK のお部屋のご紹介で来ております。まずはこちらのキッチンスペースから見ていただきたいと思います。これですね、ダイニングキッチンということで、キッチンスペースにちょっとしたね、このテーブルなんかも置いていただく広めのキッチンということになっております。でキッチンの隣には、冷蔵庫置き場もね、横にこう置いていただくことができますので、この動線がね、こう楽にね、キッチンスペースで動いていただくことができると思います。でキッチンの隣には洋室がございまして、こうお部屋が3つありまして、全部洋室ですね。もともと畳のお部屋も洋室にリフォームされた綺麗になったお部屋となっております。でこの洋室からは東側のバルコニーに出ていただくことができまして、結構ね、こういう2階建ての物件にしてはかなり広めのバルコニースペースになっております。で収納力もございまして、こちらにはね、このようなこういう開き方をする収納がついております。で、この角部屋になっておりまして、ちょっとしたこの出窓のスペースなんかもねありますので、明かり取りで、ちょっとこうぬいぐるみを置いたりすることもできますね。で反対側の洋室に出ますと、こちらにも収納がございまして、これちょっと先ほどより広めの収納スペースになってますね。お布団なんかもドーンとしまっていただくことができます。奥行きもね、結構あります。床もね、綺麗に張り替えられておりまして、これ木地のね、クッションフロアになっております。全部ね、床こう色味が同じ色味になってますので、統一感があってね、素敵になってます。でこちら、玄関スペースになっておりまして、結構奥まった玄関になってます。奥にね、シューズボックスも置いていただきます。ここでね、こう仕切っていただいたりすると、玄関からね、室内が見えないように使っていただくことができますね。でこちらが洗面スペースですね。でこの床がすごいこう素敵な色味になっておりまして、これ綺麗なシャンプードレスが交換されてますね。こう広いのがいいですね。間口がすごい広いです。でこちらの隣が室内の洗濯機置き場ですね。で一番奥が浴室になっております。結構深々とね、使っていただける広めの浴槽になっております。でこちらがお手洗いですね。お手洗い小窓もついておりまして、換気がね、十分にできますね。ね、清潔感があって結構広く使っていただけそうな野外です。こちらが最後の、3つ目のお部屋となっております。このね、綺麗なこうリフォームをした、このようにね、こう感じますね。で収納がこちらに隠れておりまして、一番ちょっと広くなってますね。約畳1枚分ほどの大きな押し入れの収納になっております。でこちらのお部屋からもバルコニーに出ていただくことができますのでね、前がね、駐車場になっております。1階のお部屋にね、角部屋ということで、ご家族さんなんかね、今新婚さんでも広めのお部屋にお住まいされたりすると思いますので、ぜひこちら詳細情報弊社のホームページでご確認いただきたいと思います。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の好きでは、皆様の物件探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。